がとう。ひまわり29さん、ハートありがとう。目がしっぽしっぽ、しゃあなし。朝からお疲れ様、お疲れ様、本当にお疲れ様。ここ気になる。ただいま。渡辺さん、マリアさん、誠さん、ゆきまるさん、ハートありがとう。そう、ノースリーブさ、寒いかなと思ったけど今は寒くない。わら、フラさん、帽子、ゆきまるさん、ハート、ねぞうさん、星花火、きおにありがとう。虫眼鏡、そう落ちちゃいそうじゃん。実はね、埋もれてるんです長い一日でした。そう、朝晩寒いじゃん。そうだから、上着ね持ってってたんだよ。そう、これでもこれ普通になんか薄い、なんかほら見えるじゃん。だからそれで寒くて嬉しい。本来の話からもね、温めてください。そう、豚草花粉がやばいみたいで。ボヤキーさん、虫眼鏡ありがとう。目が本当にシパシパします。ゆうゆうさん、レイベンさん、馬ひとすじさん、大瀬さん、キューさん、ビッグボスさん、ありがとう。服むずい。でももうノースリーブは足りないんだなって。ケイクワトロさん、氷ありがとう。そう、ノースリーブじゃもう足りない季節になったんだと。馬ひとすじさん、ありがとう、ハート。そう、ニット風通過してきた。コウトキさん、花束。レイベンさん、キューさん、馬ひとすじさん、ジャンピツさん、ジャンピンさん、コウトキさん、ありがとう。そう、ノースリーブ納めでした今日。モビさん、ありがとう。朝も夜も寒いよね。だからもう、あ、本当？じゃあ明日暖かくしないとね。シェルニジピンさん、星花火ありがとう。明日暖かくしないとだね。オッケー。今カーディガンの下でオッケーしたから。そう。か、ひなとトラさん、ツーデーズさん、カシアさん、マさん、マルズイさん、ありがとうねー。イサオちゃん、ありがとう。コーラさんもありがとう。もう久々になんか一日中稼働してて頑張ってます。空なるさん、おつーさん、お疲れ。アカシアさん、まさん、だるま、ありがとう。確かに、正しく、リコチに始まりリコチで締める。ほんとだよ。明日は今日よりかは早くない。なるなりさん、ありがとう。帽子、アカシアさん、まさん、カニグラタンさん、ありがとう。ハートね、もう長袖でいいか。明石家さんまさん、ありがとう。そう、今日は一日中ちょっと頑張ってます。チェキお楽しみに。私も撮るの楽しみ。明石家さんまさん、さんぱちさん、ジェリーさん、りょうちゃん、 DJ さん、ありがとう。前髪長くないか、もうすでに長くないか。明日はチリパ、あ、明日チリパ。カノンさん、ハートありがとう。 MA さん、虫眼鏡ありがとう。明日はチリパだし、館内デビル、そう、明日はチリパだし館内デビルよ。そう、まだチェキの準備してないですね。タイムファイヤーさん、虫眼鏡ありがとう。どれほどね、青空めっちゃ綺麗だったでしょ。いっぱい、
館内デビル、そう館内デビルだよ。しばしばする。書道の段位はもう8段超えてなんか特待生みたいな感じです。ジェリーさんありがとう、シーメンさん、シロタン、ナンナンありがとうございます。みんなどこでロケどこでロケしてたかというと、まあ風が強いところ、マニョチ星花火ありがとう。か、しゃぶい。イサオチハートありがとう。猫耳勇気ハートありがとう。果実さんもハートありがとう。ちょっとお楽しみに案件じゃん。私的にはキツネ耳のチェキは絶対取りたいと思ってるの。キツネ耳お気に入りだから。そう風が強いところ、あどこでも風強かったの。ほんとすごい風強くて髪の毛ちょっとバシバシになりました。サバトラ猫ちゃんハートありがとう。私可愛かった。どこも風強いのか。そうだったんだ。今ねマネージャーさんにちょっと聞いてるんですけど、マネージャーさんとちょっといっぱい話してるんです。実は今日ピンリップピンクみたいなコメント来てたんですけど、おニューのリップです。宇佐田さんハートありがとう。今日はねおニューのものがあるんです。アッキーさん氷ありがとう。サボトラ猫ちゃんハートありがとう。風強かったんだ。もうほんとなんかもうこんなになってた。くにちゃん宇佐田さんありがとう。今日ね実はちょっと帰り道ちょっとだけ時間があったので、そう時間があったのでマニオチ星花火おニューの花鮮やかだなと思ってた。ビロコウさん大好き、わたちゃん、ツーデさん、毎日広重さん、ツーデさん、成田のぜんありがとう。くにちゃん、いさおち、うさださんありがとう。お前髪もなんかこんなんもう本当にやばかった。ビロコウさん、サボタラ猫ち、えバイク、なんとロム&のリップを買いました。ソルベバーム、こんなお色味、ちょっとオレンジ、あだいぶオレンジ、こう見たら。でもついたらこんな感じ。このすごいバームは保湿力が高くてプリンってするんですけど、ティントで落ちにくいし、でなんかツンヤーンとなんか一つ膜を覆ったような質感になるので可愛いと思って、実はメイクさんが今日塗ってくださってそれが可愛いと思ったから買いました。そう落としちゃった。そう全然ロム&は割とお求めやすいものかなと思います。フォーユーさん星花火ありがとう。サボトラ猫ちゃんハートありがとうございます。にゃーさん氷ありがとう。ね、ツヤいいよね。なんかミラモさんだ。草松姫さん可愛いありがとう。ね、塗ったらピンク。成田のしん可愛いありがとう。カズヒーさんありがとうハート。うん、これはまずくないですね。いい買い物。チェキのおすすめ度ですか。まあ人生の幸福で100ぐらいは上がりますね。人生の幸福度人生の幸福度100ぐらい上がりますね。伝わるか。小人さんミラボーありがとうそういい買い物。ズーデスさん可愛いありがとう。チェコさん星花火ありがとう。イサウチムカジさんありがとう。以前のリップはそんな全然
全然あの以前のリップはもう好きなんですけど、ちょっとこれ一本で済むみたいな感じがちょっと憧れてた、このリップにそもそもちょっと憧れてたのでデビューしました。あとはなんともう一色買って、これはなっちゃんが使ってた色をちょっと買いました。なっちゃんがこのカヤフィグがおすすめって、へーと思って、あ、わかんない、でもフィグ、イチジクの色にこんな感じですね。アツシさんハートリュート、おメール来た？そう、幸福度アップします。割と色は違うんですけど、ちょっとまた新しい色が欲しくなっちゃうかも、このリップ集めたくなっちゃう、やばい。なんかこれの色のもう一色があるんですけど、それはもうすっぴんの時に一番いいみたいな。でもすごいこれ塗っただけでなんか潤うし、なんか被膜感があるし。あつしさんありがとう。そう、アイシャドウもルンルンなの。バーディーズさんだるま、間違えた、虫眼鏡。そう、フォーユーさん、ゆきんこさんハート、フォーユーさんありがとう、ゆうじさんハートありがとう。リコジってめちゃくちゃ配信してるけどいつ寝てるの？かなり寝てるよ。あ、でも確かに寝てない。お役目頑張ってるからリップ集めていい？ありがとう。草まずヒップさん可愛い、ありがとう。逆にみんなも毎日配信見てくれるけど、あ、予定来た。そう、毎日は配信見てくれるけど、いつ寝てるの？ありがとう草まずヒップさん可愛い。そう、ちょっと暗めかも、この2色を。ちょっと明日ちょっとなっちゃんと一緒なので、ちょっとまた明日一緒に、いさおち星花火ありがとう、ちょっと見せようと思います。なっちゃんにお披露目する。配信してないならずっと寝てます。確かに、もうずっと寝てるってぐらい。たんちゃんパパハートありがとう、大丈夫安心して。姫さんハートありがとう、寝てない？嘘、不眠？大丈夫そう。たんちゃんパパ姫さんありがとう。お役目ちゃん寝てる？眠い？私も眠いな、でも全然今は大丈夫。お、そう、会った時メイクの話できる楽しみ。今さんかわいい、ありがとう。姫さんハートありがとう。次いきますよ、じゃじゃーん。これはランゴム、間違った、ラゴム、ランコムみたいな感じ、ラゴムジェルトゥウォータークレンザー、金木犀の香りなんですけど、これは朝用洗顔料です。ハンターさん結婚して、私のどこが好き？腕出ししてして、あ、全然寒くない、ランコム、ラゴムも強い。これはわからん、ソドムって何？アコム。お、294日ありがとう。そうこれね、そうこれのなんかここがふんわりと甘く可憐な香りで一日が始まる、日本限定金木犀の香りっていうね。そう、金木犀の香りが出てて、そうなの。プルンとしたジェルからウォータータイプのテクスチャーに変化する泡立て不要の朝用洗顔料、夜の間肌に浮き出た皮脂のや不要な角質をオフしてすっきりとみずみずしく洗い上げます。肌の水分保持力に着目した成分、アクアリシア加水分化野菜タンパク、ん？加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ともに保湿成分を配合し、肌に潤いをとどめます。ふんわりと甘く可憐な金木犀の香り。そう、え、絶対さ、あ、私今朝の洗顔料すごい困ってて、普通の泡洗顔したらちょっと乾燥しちゃったから、乾燥あんまりちょっと
ちょっとお肌の曲がり角で乾燥肌になってきたので、ちょっとそれは良くないなって思って、そうこのラゴム、ちょっとこれジェルで、あのそんな乾燥しないかなと思って、ようくんハート、まことさんハートありがとう。で何よりも香りがちょっと、香りに惹かれて、そう金木犀の香り、あそこうやってうんって塗ったら、そう金木犀の香りするなら絶対気持ちいいから、そういい香りで潤いたい。でこれもう3回ぐらい手に取って、いやーちょっとやめとこうみたいな感じで、まだ今洗顔使ってるやつあるしみたいな感じで、そうそれでずっとためらってたんですけど、やっと今もう朝の洗顔料にもう困ってきて、で朝やっぱり朝起きてすっきりした気持ちで迎えたいから、だからちょっとこれにしてみました。あやとくんバラありがとう、いさうちハートありがとう、耳出しかわいい、声もかわいいと褒めてくる、全然全然お高くないです、全然もうプラザとかで買える。あやとくんバラありがとう、いさうちハートありがとう、コロネさん虫眼鏡ありがとう、草間ヒップさんハートありがとう。そう決断をしましたね、明日の朝楽しみ。使用方法はさくらんぼ台を手に取り、乾いた状態の顔、そう乾いた状態の顔っていうのがポイントで、本当私朝さ顔洗わずに、なんか顔出しせず配信とかしてるじゃないですか、それぐらい朝ほんと顔洗うのがめんどくさいんですよ。でもこれだったらもうベーってできるから、そういいなと思って、そうジェリーさん星花火、コロネさんハート、マコトさんハート、そう濡らさなくていいの、乾燥つらいよね今さ、目の周りがブタクサ花粉で乾燥してるからさ、そう潤い保ちたい。コバさんありがとう、サバトラ猫ちちょっとバイク買ってきました、やばい、コバさんありがとう。そう洗わずに顔出さずに配信して、でもちゃんと洗ってから顔出してたよ、そう相乗効果、そうなの。今まで、でもね昔は朝は水洗顔にしてたんですけど、洗った方が夜つけたものとかが酸化して肌に残ったまんま、なんかどん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 肌が良くなくなっていく、弱悪くなくなっちゃうかもって思って、そうし始めたんです。そうそれでこれはアクアシリアっていうのがいいみたい、加水分解野菜タンパクマルットデキストリンってやつと、朝用時短洗顔料ってとこと、簡単泡立て不要っていうのがいいらしいです。そうそうもう濡らしたそのままの顔につけていいみたい、楽しみー。そうでもやっぱそうブタクサ花粉でね、見た目はこんな感じ、そうマッサージするようにすればいいらしい。でもなんか夜は乾いた肌に伸ばすだけ、水洗顔のようにクイック、夜は軽いメイク落としとしてもお使いいただけます。明日はまあ7時から朝配信します、8時に家出ます。若葉さん愛嬌ありがとう。そうえちょっと匂ってみてもいい、なんか見た目も可愛いよね、なんかジェル加水分解野菜タンパクって豆乳なの？あ、これ金沢さんありがとうハート。でもさやっぱ顔洗うのはもう誰しも、切れる、頑張って起きるよ。金沢さんありがとう、女の子大変や、わあいい香り、ケチャップと同じシステム、これはちょっと最高かも。福ちゃん星花火ありがとう、これは最高かも、これはちょっとやばい、
これが良かったらいいんですけど。ねえねえ、アクアシリアってさどういう成分なのか調べてみようよ。金たくさん花束ありがとう。グッドオイニー、あれマーシー結婚して、なんで私と結婚したいんだい。明日の朝ちょっと起きるの楽しみかも。アクアシリカか、アクアシリカじゃない、アクアリシアだ。あ、これは本当になんかラゴムってとこのやつなのかもしれない。やつ松木用には多分売ってないかもしれない。見たことないかも。松木用ではプラザには売ってます。一生来てくれてありがとう。アクアリシアでした。金たくさん星花火ありがとう。柑橘系、うん、あ確かにアクアリシアはでもタンパク、このラゴムってとこのこの、でもお肌に潤いをくれるらしいよ。加水分解野菜タンパク、あ福ちゃん星花火ありがとう。水道水でいいよね。わらび餅さん星花火ありがとう。あれ金沢さんありがとう、読んだよね、ありがとう。佐野丸ママハートありがとうね。え、ジェルセンガー派ですか。野菜タンパクを酸、酵素その他の方法により加水分解して得られる成分です。毛髪に対してはダメージ補修に加えキューティクルに皮膜を作り保護する効果が期待できる。スキンケアでも張りのある健やかな肌に整えます。嬉しい。え、張りのある健やか、健やかってついてたらもう正解ですよね。ちなみにマルトデキストリン、マルトデキストリンを マルトデキストリンスキンケア、あこれはなんか植物保湿効果があるみたいな。深夜さんハートありがとう。小人さんなるほどありがとう。みゃんこ先生星花火ありがとう。ハゲカパパちゃんハートありがとう。アラジア、あ種のペトペト系の成分、種なんだ。ちょっと嬉しい。冬のカサカサ肌にはいいかも。本当にちょっと乾燥してるような気がする。だから今日も保湿、お手々の保湿いっぱいしてる、頑張って。福ちゃんなるほどありがとう。深夜ハートありがとう。お肌綺麗になりたい、頑張るね。綺麗じゃんって褒めてくれて嬉しいね。聞き慣れない。タイムファイヤーさんありがとう。虫眼鏡、カズさんお疲れでありがとう。ではカネタクさんバラありがとう。イサオチハートありがとう。加湿器買おうかな。でもディフューザーといってもね、ディフューザーじゃ足りないか。もうね肘までこれ保湿します。ノースリーブのいいところはそうこうやって好きなとこまで保湿できます。ハンドクリームをどこまででも塗り広げられます。ちゃんとノースリーブね、そう寒かった。あのカーディガン着てたんですけど、そのカーディガン結構編み編みだったから、そうめちゃめちゃ。サムズヒップさんハートありがとう。寒かった、そう、それ湿度すごかったのにね急にすごい潤い。トシちゃん星花火、ゴールさんハートありがとう。そう
なんか湯気が出てくるやつだから、ちょっとそれをやろうかなと思います。明日は結構待ち時間のあるお役目なので、その間にちょっとみんなのお礼系とかちょっとカキカキしたいなって思います。ちょっと内職頑張ります。時間をね、有効活用できたい、したい、できたいできるようになりたい。風邪ひかないようにってありがとう。そう、風邪いっぱいだったから。え、ダイソーで500円の加湿器あるの。そう、ハンドクリームでした。広がっているどういうこと。こんばんは。すごい、ポ詩人でした。ポ詩人、ポエムかポエとか迷っちゃった。金沢さん、ゆうじさん、竹直さん、けいのじさん、ありがとう。え、後回しとかないよ、みんなもしたいからね。そう、 time is money。 ゆっくり今できてる。みんなにちょっと待たせてるの申し訳ない。そう、でも今めっちゃ目乾燥してる、やばい、喉ちょっとさ、お水持ってきていい？喉がもうカサカサなの。カサッコリでちょっと放置してたんですけど、10月8までなのでまだ大丈夫だとあ、ごめんなさい、ごめんなさい。確かに急須とかはない。ちょっと規則タイム安心する。どういうこと。え、チキ3つ申し込んだ、ありがとう、嬉しい。なんか楽しみ、いっぱいチキ取ってカキカキできるのかなと思ったらすごい嬉しい。福将軍さん、みんな貴族ありがとう。のろすけさん、金たくさんありがとう。コバさん、音符、福ちゃん、ハート、ゆうや、ミラボありがとう。のろすけさん、わたあめさん、ズーデスさん、ハート、シメスさん、氷ありがとう。チェキ受付30分みたい。もしみんな後悔しそうって1ミリでも感じたら、ぜひ、逆に未来のあなたに後悔してほしくないので、もうぜひ、わたあめさん、ズーデスさん、シメスさん、フォーユーさん、のろすけさん、タコ、フォーユーさん、かさまずヒップさん、コバさん、福ちゃん、ミラボー、ありがとう。全然全然、チェイはね、好きなだけで大丈夫なんだよ。フォーユーさん、だるま、カラスさん、氷、かさまずヒップさん、フォーユーさん、ハート、シーメンさん、マリオチ、ありがとう。ツーデさん、小人さん、ミラボー、ありがとう。トシちゃん、だるま、ありがとう。かさまずヒップさん、ハート、なりたのしんも、トシちゃん、コンタクトも取ろうかな、撮ってもいい？トシちゃん、カズさん、いいね。ノーネームさんもハート。トシちゃん、だるま、ありがとうございます。生揚げさん、トシちゃん、星花火、ありがとう。22時59分。そう！ 23 時59分かと思いきや、実は22時59分なの。フカヒレ美味しかったんです。本当にもう腹パンでした。七瀬丸さん、月老亭さん、ショーさん、ハート、ナポスケさん、虫眼鏡、ありがとう。のど飴舐めた方がいいかな。そう、チェイ、目ん玉取ってもいい、目ん玉取ってもいい福将軍さん、のろすけさん、金拓さん、ありがとう。豚草花粉でさ、すごい楽にしてください、優しい。もう豚草花粉すごいやられてるんです。マシャさん、福将軍さん、イサオチ、翔さん、生ハゲさん、トシちゃん、ありがとうございます。
ちゃい楽しみに。まやさん、さくりん、ありがとう。そう、じゃあちょっと、あ、今気持ちいいって。で、今日はこのおやつ袋と一緒に生活していたんですけど、ちゃんとほら、わあ、ねえ、わあ、たくさ花粉感染。オッケー、ふう、あ、ありがとうございました。にゃんにゃんにゃん、ぼうゆさん、ハートありがとう。気持ちいい。くさまぜひぷさん、かわいいとありがとう。メガネはいい感じ。福ちゃん、ほしゃ、あ、間違えた、ミラボ、ミラボありがとう。私がお目目でうーってなってる間、イサオチ、ハートありがとう。そう、目ん玉取りました。あ、金沢さん、ハートありがとう。メガネ、そう、メガネです。チェイは一枚一枚全部違うの。チェイは一枚一枚全部違う、ポーズとかも違うし、 3個服を着るつもりなので、そう、まずもし3枚とか2枚とか1枚でも、あの、絶対かぶることはないです。もし複数枚か、あの、頼まれた方は。丸メガネ、カズさん似合う、ありがとう。チャイ、チャイって確かに何のお茶。渡辺さん、ハートありがとう。世界に一枚のチャイ。コメントも複数、え、みんなが好きなの書くよ、みんなに書いてほしいって。でも実は悲しい話をすると、今までは結構枚数、頼む枚数が少ないかったから、あんまそのリアルタイムで書くのを許されてたんですけど、もし今回応募がね、普段より多くて、ちょっと事前にチェキ取っといてみたいな、事前にチェキ取っといて宿題 しようかみたいな、なった場合はちょっとそれっぽいことちょっと書いて、そっからガチャですねそっからガチャです。でもそんななんかえみたいなことは書かないので、ご安心ください。渡辺さん、ハートありがとう。でもなんかみんなの、こ、なんだろう、あのみんなの要望、リクエストも答えたいから、どうだろう。でもみんないっぱい、たくさん、いろんな方が応募したよとか言ってくれてるから、楽しみだってなってる。りょちゃん、結婚してって、結婚したい。イムさん、なるほど、ありがとう。ぶんちゃん、だるま、ありがとう。ぶんちゃん、ハートもありがとう。無色パンマン、虫眼鏡ありがとう。くにちゃん、ハート。しょうさんもハートありがとう。フリマロバカさん、ハートありがとう。ガチャです。
床が抜けるぐらいチキツもうやばい。オタクの鏡すぎるよ。なんか限界オタクすぎるよね。ねえねえ、新しく買ったさカーディガン着てみていい？サバタラネコチ、イサオチありがとう、サクリンもハートありがとう。そう、初めての人多い気がする。ちょっと新しいカーディガン着て、感じ。ああマニオッチ星花火ありがとう。かわいい。結構なんか丈も短い感じなんですよね。ほらだからそう今流行りって感じ。腕だけあったかいタイプか。色似合う、嬉しい。やった、ゴルさん、ユキンコさん、プリマルおバカさんありがとう、ハート。マニオチも星花火、サマズヒップさんハートありがとう。ガチャ、おつーさんいいね、ありがとう。わかるんだけど、疲れて倒れながら私帰る日何度か経験してるんですけど、ほんとなんか自分でもそれは頑張った自分を褒めてあげたくなるかも。だからそんな風に思わなくていいよ、みすぼらしいなんて。え、あったか。そう、ラメが入ってるんです。だからすごい可愛い。めっちゃある、めっちゃ私も、あ、自分は落ち込むことあるけど、え、自分こんな頑張ってるんだよって褒めてあげて。可愛い。私このラメ推しかも、ブルーのラメ。あとは、はここかわいい、赤とピンク。おつーさんいいね、ありがとう。タイムファイヤーさん星花火ありがとう、嬉しい。七瀬まゆさんハートありがとう。カズさんいいね、ありがとう。なりさんハート。金拓さんだるま。フラさんハート。足は大丈夫そう。渡辺さん、なりさんありがとう。トシさん星花火。フィルナカさんありがとう。嬉しい、なんか今日はおニューのリップ嬉しいし、これも洗顔料も明日朝洗顔するの楽しみだし、このカーディガンあったかいから嬉しい。イサオチペンライトありがとう。これってもしかして大切に込められた君の夢を抱きしめて僕に持っていこうと思う、なんかの歌詞かな。なべさんイサオチペンライトハート。福ちゃん星花火。さくりんペンライト。福ちゃんチコがチコい、かわいい、ありがとう。嬉しい。今日はちょっとルンルンです。ルンルン嬉しいです。明日はまあ楽ちんな服を着ようと思います。朝洗顔の生レビューやばい。あ、でもすぐレビューするってことだよね。やばいな、待って待って。明日は朝7時から配信します。もうね、お、今からあれし入れますよ、もうショールームのスケジュール。明日は朝7時から配信です。今8時には終わってもうお家出ます。確かにサロペットいいですね。ビッグボスさん、福ちゃん似合う、ありがとう。ビッグボスさん星花火ありがとう。ミニスカは確かに、お、仕事しながら頑張ろう。サロペットもいいね、ありだね。当たりの買い物、うんうん、あ、明日くにちゃんハートありがとうございます。配信予約入れました。早め早めにちょっと、あと今日は食費の精算書も出せたのでもう一件落着でございます。
金田さんハートありがとう。ホットトさんかわいいありがとう。ホストさん氷ありがとう。じゃあ明日は6時40分に起床ですね。7時配信、そう20分で多分準備できると思います。さくりんペンライトありがとうで、まあ8時に コンコンミラボありがとう。ミラボありがとうミラボちゃん、渡辺さんだるまありがとう。お、ご飯から見て見て受理されないレシートあったらこっちにも合わせ、やばいやばい、闇金闇金バレた、失敗ダメだよ。ちなみに今日は6時起床ってして6時20分配信、7時20分終了、7時25分家出るみたいな。渡辺さんありがとう。そう6時半からスタートって予定だったんだけど、ちょっとなんか予定早まっちゃったので、そうだから10分間ぐらい集合が早まったから10分配信早めました。渡辺さん、任務完了さんありがとう。ハート、寝起きで配信私はねします。なんかさ韓国のさなんか勉強してる子みたいじゃない、めっちゃシースルーの髪の毛にしたらさなんか韓国のさ勉強してる子みたい。6時半からかと思ったよね、ごめん。そう完璧、やっぱスケジューリングしていきたい。明日は朝卵スープが飲みたいかな。じゃあ今夜はまあ23時過ぎに配信終わったら、まあ0時半までには寝れるように努めますね。生徒会長っぽい、え、なんか本当に。そら豆さんハートありがとう。にゃ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 、鍋さんハートありがとう。あ、私の声で起きてくれてありがとう。韓国の大学で数学勉強してる子感、賢そう。なんか韓流ドラマでさいるよねこういう子、経理部ってウケる。ありがとう。ゆきんこさんハート、コンコンもハートありがとう。ちんちゃんもあるか無理だ。消しパパス無理だ。ちんちゃん韓流、韓流イムニダ、진짜ケシケシポッポスムニダ、ケシポッポスムニダとか私適当なんだけど、やばい、どういう意味なんだろう。ナベさんハートありがとう。ミキさん星花火ありがとう。え、ちょっとそれっぽい感じに行こうよ。진짜疲れたイムニダ today 오늘은진짜합니다니다진짜이치고아메무차우마입니다아진짜아추가요리진짜우마이진짜맛있어입니다진짜맛있어후카히레하지메테타베타입니다진짜맛있어맛있었다맛있어やばいこれ研究室フラスコ回してそう、ちょっとそれっぽくない。あー、フカヒレプリプリコリコリ、不思議な初感イムニダ、あー賢者なよ。若葉さんコリアンカムサムニダ、あーお先に失礼、あーあ賢者なよ、あー健やかに健やかにイムニダ、区域に戻ります、あ頑張ってイムニダ、フリマルおバカさんハートカムサムニダ、あーサランサランヘヨサランヘヨ、パンにハム挟むニダ、あーサクリンハートカムサムニダ、
유산보시감사합니다리코치오무시로스기입니다 아진짜감사합니다후쿠짱치고가치고아호시하나비아리가토고자이마스입니다와타시슈미가와타시슈미가아노한국의에게세마르의動画を見るのがすごく趣味で、その人が日本語を話してるんですね。それを聞いてその日本語を勉強しているんですよ。それが本当趣味で、金曜日の夜はその人の ASMR ライブ配信があるので、なのでそれをチェックしてはその日本語を勉強して ASMR でもリラックスしています。本当にこんな感じで喋ってる、かわいいの。いさおち、いさおちさん、あーハートかさむにだーみたいな、本当こんな感じで話してる。その人だからちょっと上手かもしれない。あーたっつんパチパチありがとうございます、かさむにだー。ちょっとそれっぽいんじゃない。あチェキはあの受付が本日22時59分までです。皆さんのチェキに私がオンリーワンのサインを書かせていただきます。あすごく楽しみにしててください。韓国のマジでそれでしょ。鹿児島弁って言われてる。大園桃子です。それでは聞いてください、逃げ水。やばい。翔さんハートありがとう、タッツンペンライトありがとう、イムさんお疲れありがとう、翔さんハートありがとう、ヨシさん怪盗にゃんこありがとう、こうだった。ハリーさんお手紙ありがとう、わあチェキ申し込んでくれてありがとう。猫派じゃん。あちんちゃー、あー今日はノースリーブで生活していました。ちんちゃー寒かったイムニダゴゴシン、サクリン、タコちゃんありがとう。そうそう、それでは聞いてください、逃げ水逃げ水。めっちゃ好きやの、ヨダさん。ふくちゃん、なるほど、ありがとうございます。韓国語上手って言われてんだけど、韓国語って言ってもらえた。いいゆだなさんありがとう、星花火。いいゆだな、のぎちゃんのやつ、そうそうなの。それです。笑え、ほんとめっちゃ笑った。そう、前の乃木中です。そう、パイセンター、いさおちハートリーパイセンター。あそうだよ、ニックネーム登録もよろしくね。まさぴさんなるほど、ありがとう。なるほど、目指してる。国際ものまでいける、新ジャンル開拓できるかな。ちんちゃかむさみだー。あと10分切りましたって言われてる。書き締め狙うなら今ですよ。本当にみんなにちょっとチェキいっぱいゲットしたっていう報告がみんなからもらえて嬉しい。ラストワンさん、タッツンペンライトありがとう。え1枚だけあれがいいの、本名 HMV 私の開く。じゃん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 じThank you.
ません。ねえ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 、わたあめさん音符ありがとう。目ってさめっちゃ乾燥するよね。チェキありがとう。プラスさん、やばいね、ありがとうございます。もう愛を込めて戻らせてね。楽しみいっぱい準備する。あれしたい。本名する？え、でも本名もいいかもね。わたあめさん音符ありがとう。失敗やばい。福ちゃんミラボありがとう。そんなそんな私で、あの面白い。チキ会の時間いかに仕事をサボるか。次の目標できてるね。お目目の体操しないと本当ね。もう愛にも来てほしいし、チキ一つはもうね決まってるんですよ。もう二つも14日までにちょっと美女よく撮りたいから頑張って頑張りますね。ね、チキ会時間は空の上、寝てるってこと？14時。あ、どっか飛んでる。こう空調服着たことないです。つくりん音符ありがとう。いつも可愛い。あ、移動中？もうびっくりしちゃった。もう空の上、生きてるみたいな。そっか、10月14日。でも確かに結構大変ですね。私のエスチメールめっちゃ飯テロじゃない？にゃ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 。本名でもいい？ベトベトの成分を食べるしかないの。確かに私も工藤莉子っていう本名なの。本名を書くの。タイムファイヤーさん星花火ありがとう。ここでまさかの本名公開。岩田さんハートありがとう。確かに本名だと誰も反応してくれないかも。え、スーツ頑張って。スーツ着て働いてるの。んで、あの写真ちょっと罪だよ、罪だ、罪すぎたよね。みんなになんか、あ、ゲットしてよかったって思ってもらえるチェキにしたい。お役目どう回避するか。頑張れ、できるよ。あれは確実だな。本名チキンレースやばい。チキ会じゃなく。確かにチェキのチェイの時間さやばいよね。だってみんなパーみたいな、お仕事みたいになっちゃう。パルプくんさんありがとう。麻婆豆腐の奥に映ってるのはエビの、なんかチーズソースあえみたいなやつです。サクリンありがとう。あれは中華料理じゃなく四川料理でしたね。そう、四川料理でした。めちゃめちゃ美味しかった。本当にメニュー今見てるよ。あ、間違えちゃった。違うメニューでした。あ、そう、私ね酢豚をあの初めて中華料理屋さんで食べたんですよ。めっちゃくちゃ美味しかった。あ、四川っては言わないんだ。何？じゃあ何者なんだあれ。
話し会は本名とあだ名どちらで初対面しようか。怖い、どっちなんだろう。明日館内デビュー超楽しみです。コンコン、ケンちゃんハートありがとう。ケンちゃん虫眼鏡もありがとう。教授さんありがとう。和風中華、確かに和風中華だわ。やばい、あと3分とかじゃない。頑張れみんな、もうちょっとであのチキの受付終了。まだ悩んでる方ニックネームもお忘れなく。チキ、うん、希望のメッセージ入れたい。イサオチ星花火、教授さんハートありがとう。チキ申し込んでくれてありがとうございます。嬉しいです。みんなに愛を込めて花束を。ふくちゃんハートありがとう、ありがとうね。あ、楽しみ。みんなみんな明日は盛りだくさんだから、館内デビルチリメンパーティー、チリメンパーティー、あるな。 TVer でもねやってるからぜひ見てほしい。配信でリクエストしてほしい。もう何でも書くよ。ふーちゃんハートありがとう。サクリンペンライトありがとう。ペンラペンラ。ワンちゃんのチェキしたいけど、そう、でも前回ワンちゃんしたんですよね。だからワン、だからお楽しみだ。イサオチ星花火、イサオチ氷もありがとう。あー、レディコで聞いてください。ちりめんはちりめんパーティーレディコ。イムさんハートありがとう。私もねラジオで聞いたよ RCC。 やばいやばい、あ、もう10時59分。あー、ありがとうございました。おやすみなさい。イムさんハート、ミキヤくんハートありがとう。おやすみなさい、やばい。確かに、でも覚えてない、覚えてなかったらやばいよね。忘れてもいいので、絶対ちょっと分かるようにちょっと教えてよねって。その時は忘れないようにしておきたい。ラジコメモってでも絶対。わー、終わります。皆さんもうチェキ買い申し込みラッシュが。いや、ありがとうございました。あー、チェキありがとう。なべさんハートありがとう。チェキありがとう。あ、カン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 、チェキ申し込みありがとうございました。ありがとうございました。あー、チェキもう愛を込めてチェキりたい。なべさんハートありがとう。 Time is over, Love is over, 悲しいけれど Love is over。 急に私が歌い出したらどうする。まさやさんハート、私はあんたを忘れはしない。私は何だろう、きっと最後の恋だから、なんか期待しないみたいな。そう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 、そう、内緒。コンコン音符ありがとう。内緒。まさやさんハートありがとう。カモサハモニータ、カズさん音符ありがとう。コンコンも音符ありがとう。いい声って言ってくれた。そう、何フィンフィンフィーフィー。 Love is over、 悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから。オーヤンフィ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 ありがとう。トシさんハート、コンコン音符ありがとう。 Love is over、
わけなどないよ、ただ一つだけ、あなたのため。 Love is over、 若い過ちと笑って言える時が来るから。 Love is over、 泣くな男だろう、私のことは早く忘れて。私はあんたを忘れはしない、誰に抱かれても忘れはしない、きっと最後の恋だと思うから。 Love is over、 私はあんたのお守りでいい、そっと心に。 Love is over、最後に一つ自分を騙しちゃいけないよ、お酒なんかでごまかさないで、本当の自分をじっと見つめて、きっとあんたにお似合いの人がいる。 Love is over、 悲しいよ、早く出てって振り向かないで。 Love is over、 元気でいてね。 Love is over、わかんないわ、終わり方。ちょっと待って、みんなめっちゃ盛り上がってくれて嬉しいんだけど、そんな盛り上げてくれるの嬉しいんだけど。どうでした、私のラブイズオーバー。ディザイア歌えるようになりたい。草むずヒップさん、ブラボー、ありがとう。ブラボーだった。好きでした、私のラブイズオーバーさん。カズさん、タイムファイヤーさん、福ちゃん、ミラボー、ありがとう。シーメンさん、音符、ありがとう。マニョチ、ミラボー、ありがとう。あやとくん、ふくちゃん、コンコン、シメンズさん、のろすけさん、しみるこの歌。私はスウィートメモリーズ、じゃん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 、ジャン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 、これが好きです。じゃん、つつつつ、懐かしい痛みだわ。ちょっとこれも歌いたい。シーメンさん、福ちゃん、ありがとう。なっちゃん、コンコン、ペンライト、タイムファイヤーさん、音符、カズさん、なぜ歌えるかな。そう、ママが教えてくれたよ。カラオケで歌いたい。これが盛り上がるの、もしかして。タイムファイヤーさん、シーメンさん、トシさん、じゃあ次歌うときはもうこれしかないね。ウアンさん、カズさん、ワタアメさん、フクちゃん、フクちゃん、ミラボー、ありがとう。コンコン、ペンライト、フクちゃん、タイムファイヤーさん、ウアンさん、しみるとか言われてる。カズさん、ミラボー、ありがとう。これカラオケで一番盛り上がる曲なんだね。フクちゃん、ありがとう。オーヤン、フィーフィー、コンコン、ふくちゃん、なっちゃん、いそうち、ありがとうございます。としさん、なっちゃん、こんこん、かずさん、ありがとうございます。そんな好きだった。おー、はかなさある。あ、異邦人、異邦人歌えるかな。私まだそんな聞いたことがなくって、いけちゃんのは聞きました。月老亭さん、ありがとう。ハート、歌謡し昭和歌謡ブーム来るかも。いさおち、音符、ありがとう。懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた、でもあなたを思うなら
こんなにも後戻りしたの。で、え、歌いたい。え、優しい。福ちゃんありがとう。ミラボー優しいんだけど。イサオチハート、サクリンも、ケツローテさん、ラクエルさん、ペンライト、ショウさん、ハート、タラバガニさん、星花火、カズさん、パチパチありがとう。え、ファンクラブで、自分の本当ファンクラブできたら絶対これ歌いたい。オフ会絶対したいの。ツッピーさん、パチパチ、サクリン、ペンライト、ありがとう。じゃあみんなにこれを歌って懐かしい痛みだわずっと前に忘れていたでもあなたを見た時時間だけ後戻りしたの幸せと聞かないで嘘つくのは上手じゃない友達ならいるけどあんなには燃え上がれなくて失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら過ぎ去った優しさん？ん？す、え？失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら過ぎ去った優しさもいい。あれ、わかんなくなっちゃった。 Sweet memories、 ここですか。 Don't kiss me baby、 We can never be、 So don't have more pain、 Please don't hurt me againI have spent so many nights thinking of you, longing for your touch. I have once loved you so much. あの頃は。これですか？どんな？嬉しい。ちょっとみんな盛り上がってくれて嬉しいんだけど、私の歌謡ショーに。嬉しい。でもこれ好きね、このペンギンさんの CM もめっちゃ好き。ほんとエレガントでしたか。ほんと声優しい、歌声強さエレガントけど刺さった福ちゃんミラバありがとう、サクリンペンライトありがとう、ツッピーさんパチパチありがとう。やっぱ昭和歌謡はすごい私好きです。月老亭さんもありがとう。そんな盛り上がってくれるの嬉しいんだけど。徒歩男さんありがとう、レインボーさん。君は僕と会わない方が良かったのかな、タタタタタタですよね。あーいいね。これ切ない歌だからさ、ちょっと悲しくなっちゃうよね。太郎丸さんだるまありがとう。ハマってます、コンコン音符ありがとう。人生方向音痴さんありがとうございます。ミラボーありがとう。ほんともう小町が沈んじゃった。ミラボー嬉しい。昭和歌謡、そう、お利口さん結構昭和歌謡が好きじゃないですか。なんかこれこれっていっぱいみんなも私に教えてくれたし、多分ラブイズオーバーとかみんなが歌これ歌ってたら好きになっちゃうみたいな、そんな感じに言ってくれたから私が頑張って練習したんだよ。だってそう、それで、ね、嬉しい。ビッグボスさん、福ちゃん、シーメンさん、音符、ヤスくん、ミラボーありがとう、福ちゃんもミラボーありがとう、ビッグボスさん、シーメンさん、タイムファイヤーさんありがとう。音符ね、ちょっとミラボムード合いますな。
コンコンペンライト、タイムバイヤーさん、ふくちゃん、シーメンさん、コンコンペンライトありがとう、カラスさん、カズさん、シーメンさん、ふくちゃんありがとう、音符嬉しい、声がすごく合ってるって嬉しい、イサオチペンライト、ふくちゃん、シーメンさん、ヤスくん、ミラボありがとう、シーメンさん、ミラボありがとう、みんな嬉しい、そう松田聖子さんすごい好きです、ふくちゃん、コンコン、カズさん、シーメンスさんありがとう、ふくちゃん、ミラボもありがとう、嬉しい、よきって言ってもらえて嬉しいんだが、シーメンスさん、ミラボありがとうございます、あ、この歌はためが大事なんだ、ふくちゃん、ミラボありがとう、シーメンスさん、ゆうやもミラボありがとう、すごいミラボたくさん嬉しいです、ふくちゃんも音符、シーメンスさんもありがとう、ゆうやミラボ、え、この歌すおいしい、おいしいじゃない、いい感じですか、シーメンさん、ミラボ、ゆうやありがとう、嬉しい、カラスさん、シーメンさん、タイムファイヤーさん、渡辺さん、音符、ビッグボスさん、福ちゃん、歌声、声質に合ってるかな、ゆうや、ミラボありがとうはぁ あ、上に上がるのか、今はって、Sweet memories。 じゃあちょっと聞いてみる、シーメンスさん、ミラボありがとう、あ、こっちだった、ゆうやミラボありがとうね、やすくんもビッグボスさんも音符、ふくちゃんもミラボ嬉しいです、みんな、さくりん、ビッグボスさん、なり楽しい、やすくんありがとう、キョンキョンの木枯らしに抱かれてを聞いてほしい、え、ちょっとママに、ママ絶対それ知ってるから、ちょっとママにちょっともう仕込んでもらうわ、え、昭和歌謡祭したい、私ファンクラブで、ファンミ、懐かしい痛みだわ、ひまわり29さん、アッキー、イサオチー、ありがとう、え、刺さってます、ペンギンいいね、あ、あなたに会えてよかった、え、絶対ちょっと、え、歌いたい、リコチのスター誕生やりたい、ノブローさん、スクリン、ルサイチさん、虹色さん、夢咲案内人、へえ、そんな歌もあるんですね、虹色47さん、クマオさん、ありがとう、悲しみを、こんにちは、知ってるかも、コバさんも、ヤシさん、サクリン、ありがとう、みんないっぱい歌知ってるんだね、あ、薬師丸ひろこさんはわかりますよ、あのジェジェジェで、ナノ、ナーノさん、ハコスカさん、ありがとう、え、嬉しい、ママ世代、あ、赤いす、あ、失った夢だけを美しく見えるのはなぜかしら、過ぎ去った優しさを今は淡い記憶、 Sweet memories、 ディザイア、みんな好きね、ディザイア、ディザイアみたいな それ、ゲラゲラゲラバーリナーイ、これじゃあ、お、大人、色気ですね、まさかさまに落ちてディザイア、あ、いいですね、ちょっと来てるかもしれない、私見えてるかもしれない、歌いたい、え、絶対みんなにここで誓う、約束する、私もしファンミーティング開けるってなったらガチで昭和歌謡祭開きます、ファンクラブ私ができるってなったら絶対昭和歌謡祭とアニソン祭りの両方開催したい、したい、
タイムファイヤーさん、星花火ありがとう。え、嬉しい嬉しい嬉しい。え、絶対来て。え、絶対来てね。え、ちょっと今からもうマルルに言っとく。東京1068さん、なるほどってありがとう。え、あ、潮騒のメモリー知ってます。いいね、やる。え、絶対だよ。え、みんないっぱいさ、仕込んで私に。ちょっとマルルに連絡する。私ファンクラブ開設されたらファンミーティング開いて、昭和通う際したいです。やったー。わー、虹色47さんありがとう。としちゃん、星花火ありがとう。やっぱりこういうのはやっぱり言っとくのが大事。ついていけるか。確かに私と同じ世代だったらちょっとね。だって私も知らない。え、でも、あ、聞いたことあるかも。あ、あ、リコチかわいい。もうなんすもうやばい、面白い。もうリコチの個人ファンクラブ早くね、来たいね。かわちゃん、なるほどってありがとう。カズさん、ブラボー、嬉しい、ブラボー。やった。炎のように燃えてディザイア。あ、かっこいいね。ちょっとやりたい、やりたくなってきた。イムさん、やりちゃんズありがとう。あ、昭和歌謡したら絶対歌が上手くなる。ちょっと大事。え、私待つはいつまでも待つは。え、ミューズ私全部歌えるから。え、歌いたい。カラオケボックスでは、なんかカラオケ配信は48とか46とか秋元先生作曲のあれしか歌えないので、そう、あのアイドルグループさんしか歌えないので。そう、磯落ちカラスさん、ジェリーさんもありがとう。え、デザイアも上手に歌えるようにさ、頑張るね。あ、夏色のナンシーも知ってるよ。へえ、いっぱい。あ、振りも気に入る。え、やる。そう、権利がねあるよね。え、よろしく。みんな川の流れのように、うが、え、歌えるけど大丈夫かな。ああ、うまっ。ああ、でももうこんな時間だ。風呂入れていく。チュー、かわいくてごめんみたいな。いさおちハートありがとうね。今から超楽しみ、やばい。え、スノーハレーションだね。絶対スノーハレーションだ。え、私も楽しみ、めっちゃ楽しみになってきた。え、私今からやることは結構忙しいよ。このあとやることは眉毛脱色してお風呂入るじゃん。で、このアイメイク落として、メイク落として、で、お風呂でまあ普通にシャンプーとかリンスとかして、まあそれで終了なんですけど。そう、眉毛脱色しますからね、ちょっと今夜は。え、ミューズしたい。スノーハレーション、とっと届けて切なさには。個人ファンクラブ開設できるように頑張ります。玉三郎さん、ハートありがとう。でもやっぱやりたいことがあるから個人ファンクラブ開設っていう流れもありだと思うんだよ。だからちょっと私はもう昭和歌謡祭、アニソン歌謡祭したいのでします。きつねうどんさん、くさまずヒップさんありがとう。いさうちも音符ありがとう。月老亭さん、ハートありがとう。ちょっと楽しみになってきた。なんだろう、なんか普段ってあんまりなんかソロでの歌唱パートなんてもらえないし、そうだからほんとこういうのがなんかいいチャンスじゃないですか。私歌ってますってさ、アピールできる。そう、ありがとう。眉毛ね、そう、ちょっと茶色くなります。え、ウマ娘も歌う、絶対歌う、嬉しい。あれ、やつらお亭さん、いさおち、くさまずヒップさん、きつねうどんさん、ありがとね。つっぴーさん、ファイトってありがとう。ちなみに、あ、ありがとう。え、そう、ファンクラブはまだ私解説されてないので、入り方
分かんないと思うんですけど、かずさ先生ハートありがとう。ハチミーの歌もするよ。でもあのなんか解説されたらそういうちゃんとしたあの訪問先があるので、ちょっとそれちゃんと説明できる URL みたいなあるので、そうちょっと楽しみ。えツイートしたいぐらい個人ファンクラブ開設されてファンミーティングできる。でもこれちょっと言ったらなんかちょっと良くないかもしれない。あそういえば、あお知らせのお知らせするんですけど、明日の20時になんと嬉しいお知らせがありますよ。私からみんなに嬉しいお知らせがあるよ。今世紀末さん、間違えた、世紀末の人間さん、ハートありがとう。瀬戸の花嫁って言ったもいいんだね。え乃木坂スター誕生結構私見てて大好きなんですよ。だからちょっとそれに歌われてるようなあれもいいかも。勉強しておこう。離島の木の江温泉さんハートありがとう。ソロライブとかやりたいです。おー20時11、あえ明日すごいなんかラインナップ豊富ですね。明日の工藤理子、あやばい早ファンクラブ解説早。そう明日20時に嬉しいお知らせがあります。チャーさんかわいいありがとう。そう明日の20時、そうなの、そうなんです。明日はラインナップ豊富で、その20時嬉しいお知らせ、えなるほど出てきた。スターうちのおひさまさん、なるほどありがとう。トラリュウトラさんありがとう。ハートリュウが読めなかった。チキカヤーギリギリありがとうございます。20時お知らせ、23時半チリメンパーティー、23時か23時チリメンパーティー、23時50分、館内デビューでございます。ヨウくんかわいいありがとう。ビッグボスさんハートありがとう。楽しみ。そのお知らせはあホームページからね、 STU48 の公式あれがしてくださると思うのでお待ちください。よっちゃん星花火ありがとう。嬉しいお知らせだよ。 X でも発表なのかな。そんな急になんかかしこまった状態で皆さん私からお知らせがありますみたいな、そんなんじゃないです。そんなんもうしませんそんなんもうしないです。多分公式がやってくださります。館内デビューも11時か。あ、ちょっとめっちゃ噛みすぎた。館内デビューも11時ありがとう教えてくれて。あ、忙しいね。ラクウェルさん、ハート。ストーチのひさまさん、いいね。ストーチのひさまさん、尊いもありがとう。リサーチャーさん、だるまありがとう。にゃにゃ。じゃあ私そろそろ、髪の毛洗って、あ、眉毛脱毛やばい、眉毛なくなるね。でもね、まだファンクラブへの道は長いかもしれないので、みんないっぱいよろしくお願いします。工藤理子の3分以内に戻ってきます、めっちゃいいじゃん。離席する女工藤理子の3分以内に戻ってきますっていうやつ。いさおちハート、イムさんかわいいありがとう。そう簡単なお知らせしますね。ねえ今日もありがとう。確かに今9人ね、そう個人ファンクラブ開設されてるから。第3弾で、まあ第4弾ぐらいで私が来てくれたら嬉しいよね。第5弾ぐらいで、そんぐらいだよ。まあコツコツ気長に待とうね。こういうのはコツコツしていくのが大事。キヨニーペンライト、カラスさんハート、キヨニーファイトありがとう、カズさんありがとうありがとう、タカさん音符ありがとう。今日もリコチかわいいウケるんだけど、3分超えるけな、ウケる。毎回超えちゃう多分。でもごまかすと思う。確かにファンクラブとかさ、ファンクラブのネームとかも楽しみねえ。選抜だから4段、そう選抜だからってやばい、私選抜メンバーなんですね。明日でちなみに選抜メンバーに選ばれたっていう
あの発表からあの1ヶ月が経ちます。1年って言おうとしちゃった。やばい、だから1ヶ月じゃなく1ヶ月って言っちゃった。おいそさんハートありがとう。いそうちもハートありがとう。1ヶ月です。もうね、選抜のなんだろう、選抜メンバーっていう自覚とかもね、すごい生まれました。頑張ります。私も嬉しい、みんなのおかげや。1ヶ月、あーインスタグラムじゃないかもねってうん、残念。イムさんハートありがとう。そうなのね、嬉しい。濃厚な1ヶ月だった。本当ふくちゃんありがとう。レインボースター、はーさん虫眼鏡ありがとう。イムさんハートありがとう。ねえ、ほんと皆さんいっぱい選抜定着できるように頑張ります。みんなも応援してくださると嬉しいです。頑張ります。じゃあもうそろそろ壇上の方お呼びいたそうかな。もう眉毛脱色する時間、早くね寝て、明日は6時40分に起きるので、で7時から朝配信します。おでこマン、いやいやそんなんじゃないですよ。みんなハードル上げちゃダメですそんなでもしょうもないわけじゃない。それよりも強いかもしれない、私的には。小型ペンギンさんファイトありがとう。カラスさんだるまありがとう。選抜発表の動画見返してくれて嬉しいです。ありがとう。何回見たかあの動画、嬉しい。ありがとうね、みんなのおかげ。でも期待しててください。明日のお知らせもすごい楽しみなので。眉毛の色がなくなってもう泣いちゃうかも。じゃあ壇上の方お呼びいたすよ。 MV 解禁かな、早っ。どうなんやろ、確かにありえるかもね。まあそしたらさ、みんながもうお知らせお知らせって言うかもよ。私からですから。じゃあ39位から、まさっぴさん、ようくん、もびさん、しろにじぴんさん、うまひとすじさん、それなれさん、任務完了さん、ぼやっきーさん、なべなべ所長、渡辺さん、サボタラ猫チオットバイク買ってきました、すごい、こわくにちゃん、バディーズさん、金たくさん、ズーデスさん、おーゆー、リコ坂スター誕生開催楽しみにしてるよ、ありがとう。トシさん、のろすけさん、わらびもちさん、あやとくん、ストーチのひさまさん、ツッピーさん、きよに、成田のしん、明日もそう朝早い、頑張れ、優しい、頑張る。ビッグボスさん、イムさん、人生高校時さん、サクリン、タイムファイヤーさん、ユスさん、草松ヒップさん、ヤスくん、イサオチ、そして本日の秋元センス枠はコンコン先生でした。ありがとうございました。マニョチカズさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はユウヤでした。ユウヤありがとう。ユウヤ第2位はシーメンさんでした。シーメンさんありがとう。シーメンさん、そして第1位はフクちゃん、チコがチコイでした。フクちゃんありがとうありがとう。皆さん私の配信見てくださってありがとうございました。にゃん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 、しろくろさん、はじゃなびありがとう。シエスタさん、ペンライトありがとう。いさおちハートありがとう。あのテストは合ってると思う、英語は特に合ってると思いますよ。重大発表、あせん、そう、みんな本当にありがとう。へえ、泣いてくれて嬉しい。みんなそう、泣きたい時は嬉しい。そう、もうみんなありがとうだよ。カラスさん、だるま、あ、小型ペンギンさん、ファイトってありがとうね。福ちゃん、レインボースターありがとう。あ、読んだか、ありがとうございます。四文字熟語は全部多分間違えてる。星座待機してね。イサオチハートありがとうございます。あ、ミラボを投げつけたら2位になりました。やばい、いいじゃんみんなありがとうございます。みんなに本当ありがとう、いっぱい伝えたことが渋滞してるので、とにかくちょっと待っててくださると嬉しいです。みんなに待って待ってっていうの申し訳ないので、ちょっと頑張っていきます。ふくちゃんお疲れでありがとう。小型ペンギンさんありがとう。お疲れありがとうございます。ありがとう。ストーチのひさまさんありがとう、ありがとう。お疲れもありがとう。あ、間違えちゃった。確かに数学は多分めっちゃ間違えてる
そうね、嬉し涙をたくさん流しましょう。じゃあ今から眉毛脱色します。頑張ります。じゃあみんな健やかに眠りましょう。それでは、おやすちーでいきますよ。うくすずなさん、うくすずなさん、ハートありがとう。それではおやすちーでいくよ。健やかにいきますよ。それではいきますよ、せーの、OSG 健やかに。ありがとうね、ほんとみんなありがとう。ほんとに白眉にしてきます。やっぱ眉毛薄い方がね可愛いよね。そう、大事なお役目がね控えてるんです。そう、ここ最近に。なのでそれのためにちょっと眉毛脱色します。ちょっと匂わせです、これは。また明日ね、また明日朝7時に会いましょう。健やかに。にゃんにゃん、にゃ、ひまわり29さんハートありがとう。にゃんにゃん、いさおちハートありがとう。やばい、赤とか青とかになったらやばいな、眉毛が。ありがとう、ハクビか、ハクビ。朝配信お楽しみに。にゃんにゃん、おやすち、健やかに。最も優れていること、マジ？いいことじゃん。最も優れます。にゃんにゃん、洗顔も楽しみ。永遠眉毛。